はい、じゃあよろしくお願いします。今回は数3の高次動関数丸2をお送りします。で、問題は2問ですね、ありますので、まず1回動画止めていただいて、ぜひチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり不安なところがあれば、今からね、自分が両方解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まず1番は y が e のマイナス x 乗 sinx と与えられてます。で、この時に y2' プラス 2y' プラス 2y イコール0を示しなさいという問題なので、まあ、ひとまず y2' と y' を出さないと勝負ができない。だからそこから出していきましょう。で、まずじゃあ y' からいきます。で、こいつをね、微分していくんですけど、まあ、積の微分になってますので、左微分してそのまんまからいきましょう。で、e のマイナス x 乗微分すると、e はね、変わらないんですが、肩の部分が置き換えてるので、このマイナス x を微分したマイナス1をくっつけておきましょう。で、右はそのまんま。で、足すことの逆ですね。こっちそのまんまで、こっち微分です。e のマイナス x 乗そのまんまで、サイン微分すると、コサインに変わるので、まず y' はこうなります。で、こっちはね、いいんですけど、y2' がね、こっちとこっち2回、まあ、それぞれ微分するので、しかも両方積なんでね、めんどくさいんですが、まずこっちから、まず、マイナス、e のマイナス x 乗から微分すると、まあ、e のマイナス x 乗、さっきやったように変わらないので、このまんまなんですが、マイナスが出てくるんで、このマイナスと打ち消し合ってプラスに変わります。ちょっとあえて書こうか、プラス。で、こっちはそのまんま。sinx。で、本当はね、足すことのなんですけど、まあ、これそのまま使いたいので、マイナス e のマイナス x 乗。こっちがそのまんまで sin を微分すると、cosx とこうなります。これがまず左側。これを微分したものですね。じゃあ次、右を微分すると、まあ、足すなんで、ちょっと行変えますね。プラス。こっち e のマイナス x 乗を微分すると、マイナスに変わるね。こうなって cosin がそのまんま。足すことの、e のマイナス x 乗はそのまんまなんですが、コサインを微分するとマイナスサインなので、マイナスサインとこうなります。で、これ整理すると、サインの方が消えるんですよね。ちょうどこっちが消えてしまったらコサインは残るので、結局、マイナス2 e のマイナス x 乗コサイン x と。まあ、形としては綺麗になるんですけどね。まあ、こうなりましたと。では、y' y2' 準備ができたので、じゃあこれやっていきましょうと。で、まあ、このイコールでもいいんですけど、まあ、左辺イコールでもいいかなと。で、左辺、こいつでね、イコール、y2' がこれなんで、まあ、代入していきます。マイナス 2e のマイナス x 乗、コサイン x。で、まあ、1行目なんでね、普通に配らずに書いていきましょうか。2カッコ y' なんで、代入すると、マイナス、投げなぁ。サインの x 乗。こうですね。で、プラス 2y。で、行変えます。プラス 2y はこれなので、入れると、e のマイナス x 乗、サイン x と、こうなる。で、配った後の1行はまあ書かなくてもいいかなと思います。これ計算すると0になりますからね。全部消えるんで。なんで、イコール0となりましたと。よって、まあ、ちゃんとね、最後、締めを書く、下、入るかな ?OK。締めを書くんだったら、よって、y2' プラス、2y' プラス、2y イコール0と。これで終了ですよ、という感じです。はい。まあ、なので、やってることは y2' 求めて、で、やっていこうと思いますね。式を求めたったら0になりますよねって示すだけなんですが、まあ、いかんせんね、ちょっとこのタイプ、2はもうあえてそのタイプにしたんですけど、微分がね、若干めんどくさいというか、各量増えますんで、まあ、変な計算ミスだけ気をつけてください。で、2番はですね、まあ、y が e の 2x 乗 sinx です。まあ、似てますよね。で、その時に、これを満たすような ab を求めなさいっていう問題です。ただ、やり方というか方針は変わりません。y' y2' 求めていきます。で、行きましょう。まず、y' が、まあ、左微分すると、e の 2x 乗で変わらないんですが、2がま、出てきますね。2x 微分した分で。で、こっちはそのまんま、プラス、e の 2x 乗は、
そのまんまでサイン微分してコサイン X とこうなります。ここはいいんだよね。Y2 ダッシュ。こっちが大変で。で、まずここ微分していくと、2の、2E2X 乗、こっち微分していきましょうか。あ、でもこれでいいか。2をね、外に出しておきましょう。これ微分して、2を出てきて、EX 乗。で、3X がそのまんま、プラス、E の 2X 乗が、そのまんまで、3を微分すると、コサイン X と。こうなります。これ今左側微分したものですね。でプラス多分入るかな、いきそうだね。こっち微分していくと、まず E の方から微分すると2が出てきて、 E の 2X 乗コサインはそのまんま、一応足すことの E の 2X 乗なんですが、コサイン微分するとサインに変わるので、あ、マイナスサインになるので、マイナスサイン X とこうなります。で、まとめると、サインの方が、4。で、こっちがマイナス1なんで、3E2 の X 乗、サイン X ですね。で、こっちが2と2なんで、プラス 4E の 2X 乗、コサイン X と。はい。準備が整いました。で、あとは、これに代入してやっていくんですけど、まあ、1番はね、あえて使わなかったんですが、自分だったら、これ、もうこの後ね、ずっと書くのめんどくさいんで、ここで、E のね、2X 乗、3X イコール、どうしようかな、ラージ X もしようか。で、E の 2X 乗コサイン X を、ラージ Y とすると。まあ、途中式なかったら普通に自分でそう決めて、こう決めて書いていっちゃうんですけど、そうすると、全部書く量減るんですよね。で、やっていくと、まあ、同じように、左辺が、ここね、Y2 ダッシュ、ここですよね。今、サインの方がラージ X で、コサインの方がラージ Y に変えたんで、もう、3ラージ X プラス4ラージ Y で済むんですよ。書く量が。もうね、俺にとってはもう、もう絶対やる、これを。で、次が、プラス、A、カッコ Y ダッシュ、見るとここですよね。2ラージ X プラスラージ Y。2ラージ X プラスラージ Y。閉じる。で、プラス BY ですね。BY なんで、B。で、Y 持ってくると、これラージ X ですよね、今ね。だから、B ラージ X となって、これがイコール0なんですよ。今ね。で、あとは、これ、高等式に持っていきたいので、ラージ X とラージ Y でくくります。まとめていく。で、そうすると、これもあれか、いいか。こうなって、こっから、ラージ X がくっつくのが3ラージ X と2 A ラージ X と B か。なので、3プラス 2A プラス B ラージ X となります。こことこことここですね。で、ラージ Y は4ラージ Y と A ラージ Y。なので、4プラス A ラージ Y イコール0とこうなります。で、これによってどうなるかっていうと、これ高等式なので、結局、まあ、こっちがね、0ラージ X プラス0ラージ Y という風に考えれば、ここの括弧の中は0、この括弧の中も0になるので、3プラス 2A プラス B イコール0と、4プラス A イコール0っていう、この連立方程式が成り立ちます。ギリギリかな。で、これはもうね、左が、下はもう A 出てくるので、A イコールマイナス4。で、マイナス4を上に入れると、B イコール5と、なるので、これで終了となります。まあ、途中ね、置き換えを使いましたけど、まあ、そんなことはしたくないというのは全然ね、書いてもらって構わないんですが、まあ、めんどくさいんで、ね、なかなかね、もう書く量は大変になるのと、その E の 2X 乗 3X と E の 2X 乗 5sinX がいっぱい出てくるのがもう目に見えてるので、まあ、そういった場合はちょっと楽してもらえると、まあ、計算ミスとかもね、減るのかなと思いますので、よかったら参考にしてみてください。では、今回はね、高次動関数 ② をやらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。